はい、こんにちは、116インズです。さあ、もはや毎年恒例の企画ともなっていますが、今回はマリナーズの若手有望株プロスペクトたちをガンガンポジティブだけの動画となります。フリオあたりがデビューしてから一旦マリナーズのマイナーシステムもややスカスカになった感もありましたが、ただ最近またプロスペクトが着々と補充されつつあるような状況です。特に現在21歳以下の野手陣に本当に楽しみな選手たちが多く、昨年終盤は彼らの活躍が毎日の希望ともなっていました。なので今回はそんな21歳以下の若いバッターたち、比較的参加内でも評価が高い9人の選手たちをポジっていきますので、早速その選手たちを見ていきましょう。まず1人目はコール・ヤング。先日発表されたベースボールアメリカ球界全体のプロスペクトランキングでは全体44位、現在マリナーズ傘下1位のトッププロスペクトですね。2022年ドラフトで1巡目指名を受けた現在20歳のショートで、ヒットツールが特に魅力な選手。年齢の割に打者としても成熟しており、ヒットツール以外はズバ抜けたツールはないかもしれませんが、将来的にはかなり計算のできる選手に成長していくのではないかと期待されています。ヤングに関しては本当に順調そのもので、昨年シングル A スタートでしたが、特に大きなトラブルもなくしっかり結果を出してハイA昇格を勝ち取ると、対戦するピッチャーのレベルは上がりましたが、ここでも問題なしと。昨年は2回走合計126試合に出場して、打率2割7分7厘、OPS8 割4分8厘と充実のシーズンとなりました。評価の高いヒットツールのおかげで三振の割合も高くなく、三振とほぼ同数のフォアボールも稼げている点も、打者としての成熟ぶりをよく表しているかなと。今年はおそらくダブル A でプレーする時間が長くなるはずで、そこでも問題なければ来年2025年中の MLB 昇格、場合によっては今季終盤のデビューだって全くありえない話ではないでしょう。将来的に二遊間を長く支える存在となってほしいですね。2人目はハリー・フォード。球界全体51位、マリナーズ傘下2位の20歳のキャッチャーです。フォードは昨年の WBC イギリス代表に選出され、そこでプレーを見た方も多いかもしれませんが、何より魅力なのはキャッチャーとしては驚異的な身体能力の持ち主であること。昨年は1年間ハイAでプレーしましたが、24盗塁も稼いでいます。バッティングに関しては平均を大きく上回る存在ではないかもしれませんが、ボールの見極めに関しては本当に一級品で、アプローチ面には優れると。昨年118試合でフォアボールを103個も選びまして、全打席に占めるフォアボールの割合はなんと 18.3% です。とにかく塁に出ると。キャッチャーとしての守備力にはまだまだ課題が残り、キャッチャーでメジャーに上がるには時間がかかりそうですが、持ち前の選球眼の良さを生かしながら出塁しまくり、で足も使っていければダイナミックなキャッチャーとなる可能性は秘めていそうですね。ヤングと同様、フォードもおそらく今年はダブル A でプレーする時間が長くなるはずですので、さらなる飛躍にも期待したいです。3人目はコルト・エマーソン。球界全体52位、マリナーズ傘下3位のまだ18歳のショートです。昨年のドラフト1巡目指名を受けたのがこのエマーソンで、打者としてのタイプはヤングに非常に近い、ヒットツールに特に秀でる選手ですが、ドラフト前の年齢が誕生日の関係からヤングと比べて丸2歳近く若い。ドラフト時点ではまだ18歳の誕生日も迎えていなかったにもかかわらず、優秀なヒットツールを持つのがまず強いと。綺麗なスイングでコンスタントに強打でき、将来的にはもう少しパワーもついてくるかもしれませんね。エマーソンは昨年のドラフト後最もインパクトを残した選手で、契約後24試合で打率3割7分4厘と大暴れ。マリナーズのシングルモデストナッツに合流してからも全く苦にせず打ちまくり、なんならプレーオフ含めて打線を牽引するくらいの活躍ぶりで、ナッツのリーグ優勝にも大きく貢献しました。18歳成り立てにもかかわらず、これだけいきなり結果を残したことで、少しずつ球界内でも注目を集めるようになってきていまして、 ESPN が先日発表したプロスペクトランキングでは球界全体25位と超高評価。フルシーズンでどうなるかは未知数ですが、かなり楽しみなプロスペクトですね。4人目はラザロ・モンテス。球界全体100位、マリナーズ傘下4位の19歳の外野手です。モンテスの魅力はとにかく怪物級のパワーにありまして、彼はもともとアストロスのヨルダン・アルバレスを育てたトレーナーの下で指導を受けていまして、かつバッターとしてのタイプも近いことから、あだ名がベイビー・ヨルダンなんですけれども、まあそのニックネームにたがわぬパワーがあると。昨年打球初速118マイルのホームランをかっ飛ばしているのが何よりの証拠で、 MLB でも昨年118マイル以上記録した選手は5人しかいませんので、パワーに関しては特別な才能を持っている選手です。その一方でまだまだコンタクト面、空振りや三振は多く、そこがネックであるんですけれども、徐々に改善されてはきていて、プロスペクトとしての評価も上がってきました。昨年は2回走計70試合に出場してホームラン13本、 OPS もちょうど10割ぐらい、ナッツのリーグ優勝に貢献しました。守備はうまくはなく、とにかくバッティングで結果を残せないことには上の階層にはいけないタイプの選手ですが、それこそヨルダンのようにバッティングだけで大きな価値を生み出す選手に成長してほしいですね。5人目以降はまだ球界全体のランキングでトップ100位以内に入っていない選手たちになりますが、続いては傘下7位のフェルニン・セレステン。昨年の国際 FA 市場でトップクラスの才能と目され、ツールやポテンシャルに関しても傘下内トップクラスの才能を持っている18歳のショートです。細身ですが、まだまだ体も成長しそうとはされ、それとともにパワーアップも期待できそうな選手ですかね。
怪我の影響で昨年ドミニカサマーリーグでプレーできず、プロの公式戦デビューはまだなので、実戦でどんなプレーを見せてくれるかをまず見たいところですが、才能に関しては本当に評価されていますし、昨年の国際 FA でただ一人セレステンよりも上とされたパドレスのイーサン・サラスの躍進ぶりを見ますとね、セレステンについても期待しちゃいますね。続いては参加8位19歳の外野手ジョニー・ファーメロですね。昨年のドラフト全体29位指名、フリオが新人王を受賞したことによるプロスペクトプロモーションインセンティブ史上初の指名となったのがこのファーメロですが、高卒の選手にもかかわらずすでに体がごつい。188センチ92キロとがっちりとした体つきでボールを飛ばす力を秘めていますし、またアスリート性もかなりのものと、まだバッターとしてはだいぶ荒いようですが、将来的にパワーとスピードのコンビネーションを持った魅力的な外野手となるポテンシャルはありそう。エマーソンらがドラフト後プロデビューを飾る中でファーメロはなかなか実戦に出てこず、どうしたのかなと思っていたらどうも脳震盪の影響で試合に出られなかったようで、レギュラーシーズンでのプロデビューはまだ。ただシングル A のプレーオフで合流するといきなり決勝スリーナーを話しまして、マリナーズファン界隈に衝撃を与えました。今季もシングル A だと思いますが、どんな成績を残してくれるでしょうか。参加9位は19歳のセカンドマイケル・アロヨ。コロンビア出身でコンスタントにコンタクトできる点が強み、打者としても年齢の割にレベルが高いともされています。今のところタイプ的には二塁打を量産できる選手といった印象でしょうか。アロヨは2022年にドミニカサマーリーグで打率3割1分4厘の好成績を残し、昨年アメリカでデビューを迎えましたが、アリゾナコンプレックスリーグはわずか4試合、11打数7安打と打ちまくって卒業しシングル A 合流。シングル A 57試合で打率こそ2割3分4厘止まりでしたが、フォアボールとデッドボールを稼ぎまくりまして、出塁率3割8分9厘はなかなかのもの。彼もまた昨年終盤の夏打線を支えた一人でしたね。現状近い年齢の内野手が結構いますので、マリナーズで MLB デビューといけるまで参加に残るかは怪しい。トレードに近い将来使われそうな気がしないでもないのはともかく、今季ハイへ行けるくらいの活躍を見せてほしいですね。続いて参加11位の外野手ジョナタン・クラッセ。5月22歳の誕生日を迎えますので U21 にギリギリ入った感じですね。ルール5ドラフト対策で昨年オフにすでに MLB の42枠に入っているクラッセはズバ抜けたスピードが持ち味で、昨年はハイ A と AA 計129試合でなんと79盗塁。また意外にも最近パワーもつき始め、昨年20ホーマーも放っていたりもします。パワーとスピードを組み合わせた非常にダイナミックな選手としての未来に夢を膨らませてしまいますが、空振りがまだまだ多く、そこがまだ課題といった具合です。打者としての成熟が今後求められるところでありますが、ただ着実に攻撃面で成長は見られ、昨年ハイ A で大爆発してすぐに AA 昇格を勝ち取ったのもそうですし、AA 上がってからもものすごい勢いで三振はしていましたが、フォアボールもそれなりには選べてはいます。ツール自体は確かなものがありますので、あとは打者として成熟、これがある程度叶えば今季中のメジャー昇格もありえない話ではないでしょう。参加13位は18歳の内野手タイ・ピート。昨年のドラフトでファーメロの次、全体30位で指名したのがこのピートでした。野球選手としてはまだまだ成長中といったところですが、非常にアセチックかつダイナミックな選手になるポテンシャルは秘めていそう。成長に時間がかかりそうな印象を当初持っていましたが、ただドラフト後に合流したアリゾナコンプレックスリーグでは思いのほか苦しまず、すぐにシングル A 昇格となったのは好材料かなと。さすがにピッチャーのレベルが上がったことで昇格後はやや苦しんだ部分はありましたが、ただ2イニング連続満塁ホームランを放ったりなど、ド派手に決める場面もあったり、これからが楽しみとなるようなパフォーマンスでもありました。じっくりとスケールの大きな選手へ成長することにこれから期待したいですね。そして最後は参加19位19歳の外野手エイデン・スミス。昨年のドラフト4巡目指名ですが、コミットしていたミシシッピ州立大学ではなく、高卒でプロの道に進んでもらうべくなかなかの契約金を支払った選手です。バッティング自体はまだ荒さを残すものの、190センチ86キロと順調に体が成長していることから、飛ばす力はなかなかのものがあるのもそうですが、スミスもまたアスリート性が売りで、センターをしっかり守れるレベルに動けると。ピートと同様、思いのほかアリゾナコンプレックスリーグで結果を出したことでシングル A 合流の運びとなりまして、初打席でいきなりホームランを放つなど快調なスタートを決めたものの、14試合で OPS5 割8分6厘とさすがにプロの壁に当たった感もあります。時間はかかりそうですが、将来センターレギュラーを担えるレベルになる可能性は秘めていて、じっくりと成長を見守りたい選手でしょうか。ということで21歳以下の野手の楽しみな選手が多いマリナーズですが、本当に昨年終盤はシングル A、ハイ A を追うのが楽しかった。 2,3 年後にこの世代が順調に MLB に到達してきたら、マリナーズもなかなか野手の見どころが多いチームともなれそうです。なんやかんやでメジャーレベルではコンテンド体制を継続しつつ、ちゃんとこうして若手もまた育ち始めているあたり、マリナーズ暗黒の球団史を考えたらとてつもないことですし、このいい流れが今後も継続することを願っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。